どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、本日から始まるウェブアプリについて、この期間のね、転売についてね、話していきたいと思ってます。成功評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ちょっと朝一に撮ってるんで、鼻声かもしれないんですけど、ちょっとご容赦いただければと思います。ウェブアプリはですね、22日の2時から開幕予定になっています。で、スマホ版だとね、よく皆さんが触ってるコンパニオンアプリっていうのがあると思うんですけど、このウェブアプリっていうのとコンパニオンアプリっていうのはちょっと違います。ウェブアプリはウェブブラウザから開くウェブアプリで、コンパニオンアプリはコンパニオンアプリを通じてウェブアプリを開くって形なんですけど、このコンパニオンアプリは多分ね、23日にリリースされると思いますんで、いわゆるスマホ勢の方々はブラウザでね、ウェブアプリの URL 打って1日過ごすという形になるかなと思います。概要欄にそれも貼っとくんで、ご安心いただければと思います。あと、ヒファポイントの移行とか課金については、おそらく27日の0時、アルティメットエディションが発売されたタイミングになるんじゃないかなと思ってるんですが、これについてはちょっと明日にならないとわからないっていう状況ではあります。ではですね、ウェブアプリ期間明日から27日までの転売話していきたいと思います。大前提としてなんですけど、この期間は別にそんなに頑張らなくて大丈夫です。これ理由としては、そもそも転売をするための元でも少ないですし、1枚あたりの利益も少ないんで、かなりコインを増やしづらい。まあ、増えはするんですけど、増えるペースはあんまり早くないっていうことになりますんで、めちゃめちゃ頑張りたい人向けですね。基本的には27日に開幕してから、4600ポイントもらってね、それ使って開けて、で、それを元手にちょっとコイン10万ぐらいにして、そこから転売を始めるっていうのが、普通なんですけど、このウェブアプリ期間中は、まあ、どうしてもね、もうめちゃめちゃ早いタイミングから FIFA23 に触れたいんだと。まあ、ちょっと強い選手を先に手に入れたいんだっていう方向けの転売なんで、基本的にはね、まあ、ちょっと詰まったりとか、したら全然止めていいと思いますんでね、そこは自由にやっていただければと思うんですけど、こういうことを、まあ、している人が多いよっていうところを話していきたいなと思ってます。では、ウェブアプリ期間中の開幕転売に関して話をしていきたいと思います。まず一つ目、一番最初に自分のベースの国とユニフォームとバッジを選ぶ際の話です。まず国に関する部分です。一番最初に自分のスカットのベースになる国を選ぶ際に、できる限り SBC で使われがちな国、ブラジルとかアルゼンチンとかっていうところを選んでください。これ理由としては後で登場するんですけど、SBC でその選手を使う可能性があるからですね。なんで、できる限りね、そういった同じ国でもリーグがばらけているような選手、もしくは5大リーグの選手が含まれているような国ですね。イングランドとかスペインとか、そういったところを選んだ方がいいと思ってます。加えて、国を選んだ後に選べるユニフォームとバッジは、できる限り有名なところにしてください。これ理由としては簡単で、そういった有名なところは高く売れるからって話ですね。ユニフォームとバッジって一番最初にもらえるまともなトレード可能なアイテムでして、で、基本的にクイック売却しても500コインぐらいになるんですけど、プラスで有名なところだと1000コインとか2000コインとかで売れるっていうのがありますんで、できる限り強いところを選んだ方がいいと思ってます。二つ目、一番最初にもらえるパック、ウェルカムバックパックを開けて、ほとんどのカードを売却ですね。このね、ユニフォームとバッジを選んだ後に、FIFA22 を起動していて、ウェブアプリ初めて起動した方には、ウェルカムバックパックみたいなものがもらえますと。で、これがね、一番最初にもらえるトレード可能のパックになっています。で、これを開けて、出てきたカードをしっかり全部売るって形ですね。これをすることで、まあ、ユニフォームとバッジ打ってパック売るところまであれば、多分2000、3000コインぐらいにはなるんじゃないかなと思ってます。ただですね、この売却するっていうのは、クイック売却を指しているんじゃなくて、ちゃんと移籍市場で売りましょうって話ですね。この時期のコインは、もう10コインでも20コインでもね、多く持っておきたいんで、しっかりね、まあ、クイック売却ですぐ300コイン稼げるからそれでええわと思ってやるんじゃなくて、しっかり移籍市場で350コインで売るとか、そういったね、1コインでも無駄にしないような動きを心がけてください。特にね、一番最初に国を選んだ時に、ブラジルとかアルゼンチンとかを選べた方は、自分が持っているカードが案外高く売れる可能性っていうのもありますんで、そのあたりね、しっかり自分が売ろうとしているカードの選手の値段は、見てから売った方がいいかなと思ってます。3つ目、ひたすらカードを安く買って高く売りましょうです。これが一番ウェブアプリ期間中にやることかなと思うんですが、できる限りカードを底値で買って、若干値段を上げて売りましょうって話です。例えばなんですけど、350コインで買ったカードを450コインで売れば、手数料込みでも1枚あたり80コインの儲けになるっていうところで、これを繰り返していくってことが一番セオリーかなと思ってます。4つ目、監督カードを買いましょうです。具体的に言うと、フランスとブラジルですね。この辺りの国は、ケミストリー合わせによく使われる国になっていますんで、
このあたりのカードを買って高く売るっていうのもセオリーかなと思います。ただ、まあ、実際ね、FIFA23 が始まってないんで、ケミ合わせなんて別にしなくていいですよって方も多いと思いますんで、この監督カードが値上がるかっていうのは、ウェブパブリック期間中に上がるかっていうのはちょっと読めないところではあるんですけど、まあ、事前にね、1枚2枚買っておけば、実際開幕した時に値上がるってことはあるかもしれないです。5つ目、ケミストリースタイルのハンターとシャドウの購入です。これについてもね、先ほどの監督カードと同じような話ではあるんですが、現時点ではね、選手にケミストリーなんてつける方多くないんで、当然ハンターとかシャドウとか、このあたりの強いケミストリーも安くなっていますよって話で、開幕してから高くなるかなと思います。なんでこのあたりは事前に買っておいてもいいかなと思ってます。6つ目、人気チームのスタジアム、ユニフォームの転売です。これについてはウェブアプリ期間中でも十分できるかなと思っています。とりあえず揃えたいよって方も多いと思いますんでね。特にユニフォームについては、有名チームの場合はね、1000コインとか1500コインとかで売れる可能性もありますんで、しっかりね、値段安い段階で買って高く売るってことで、これが一番利益的には大きいかもしれないですね。もし500とかで買って、1000とか1500とかで売れれば、まあ、普通に選手のね、売却繰り返すよりも、よっぽどね、早いペースで稼ぐことができますんで、お得かなと思うんですけど、その分ね、競争相手もかなり多いんで、もしかしたら時間効率はあんまり良くないかもしれないですね。7つ目、SBC を解きましょうです。ここまでの転売を繰り返すことで、数千コインにはなっているかなと思いますんで、SBC をね、解いていくのがいいかなと思います。これ理由としては、E パックがもらえるからって話で、去年まで登場してきたハイブリッドネーションとかハイブリッドリーグみたいな SBC があるんですけど、それを解くとレア選手パックっていうね、5万コイン相当のパックがもらえますみたいなところがありますんで、ここをね、解くっていうのが、まあ、ウェブアプリ期間中のベストのところですね。ここまでできれば非常に嬉しいなというところではあるかなと思ってます。ただですね、今作から SBC というかケミストリーシステムが大きく変わっているってところがありますんで、もしかしたらね、この去年まで登場してきた ESBC というのの内容が変わっている可能性があります。なんで、それに応じてね、必要になってくるカードも変わってくると思いますんで、それについてはまたアップデートされ次第共有したいなと思ってます。8つ目、ワンツーウォッチが来るかもしれないカードの購入です。一番最初のイベント、ワンツーウォッチ10月1日から始まる予定なんですけど、それまではね、元のカードがパックから出ますっていう状況なんで、そのカードを事前に買っておいて、ワンツーウォッチ期間中に売れば、儲けになるかもしれないです。ただこれはね、今話した通り、10月1日以降に売るっていう話なんで、すぐにね、利益になるわけじゃないんで、そこだけ気をつけた方がいいかなと思ってます。9個目、TOTW1 を含む強いカードを購入しましょうです。これについてはね、結構するの難しいんですけど、できればベストっていう話ですね。一番最初に話した通り、おそらくね、ウェブアプリ期間中課金ができない仕様になっていますんで、どれだけ強い選手でも選手の値段はそこまで上がらないと思っています。なんで、この時点で選手を購入しておいて、9月27日後の開幕後だとね、めちゃめちゃ値段が上がると思いますんで、できればこの時期に買いたいところかなと思ってます。特に TOTW1 のうち強い選手については、まあこれからね、1週間しか配置されなくて、その後は停止して、カードの希少価値がどんどん上がっていくってことが起きますんで、できればね、TOTW1 の選手、まあおそらく登場するであろうソン・フンミンとか、バルベルデとか、そのあたりの選手を買った方がいいかなと思ってます。当たり前ではあるんですけど、TOTW1 なら誰でもいいっていうわけではないです。TOTW1 のうち、なくなったら配置停止されたら需要が上がるだろうなっていうカードを買った方がいいっていう話ですね。最後に10個目、ウェブアプリ期間中の目標を設定するです。これについては何かそのコインを増やすとかそういう話ではないんですけど、まあ、所詮ウェブアプリ期間ってコインを増やすためだけの期間になっているんで、この選手を買ったら終わるみたいなタイミングは設定しておいた方がいいかなと思ってます。まあ結構時間もかかりますし、まあ別にそんなにね、極端な話すると、こんなウェブアプリ期間中で頑張らなくていいんで、4600ポイントを開けたらね、すぐにもらえるようなコインを、これから1週間かけて作っていくみたいな、そういうレベルの話なんで、まあ頑張れる人は頑張っていいと思うんですけど、まあどこまで頑張ったら、まあちょっと一旦休んで開幕備えるかっていうのでも全然いいと思っていますんで、その目標設定というのはした方がいいんじゃないかなと思ってますね。ということで、ざっくりではありますが、ウェブアプリ期間中の転売に関して話をしてきました。ぜひ参考になれば幸いです。こういったものもいいよっていうのがあればね、ぜひぜひコメント欄で教えていただければと思います。まあ日本人のコミュニティなんてちっちゃいんで、僕らの間でね、知識レベルが上がっても別にそんなに全体に影響はないんで、ぜひね、みんなで一緒にね、得していきたいなと思っております。ということで、これからも FIFA 関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。